トムライリンクです。今回は Adobe After Effects を使ってアナログの画材で描いたような線を比較的簡単に表現する方法をご紹介します。このようなフッテージを用意しました。 ACL に書かれている女の子のキャラクターに主線処理を入れていきます。まず ACL をプリコンポーズします。名前は A-Line FX とデモしておきましょう。この時カラーキーとスムージングエフェクトはコンポジションの内部に、キーフレームはコンポジションの表に残しておきましょう。ACL を複製しましょう。カラーキーとスムージングエフェクトを適用します。ここからプラグインを使ってキャラクターの線と色を分離していきます。使用するのは F's プラグインです。このプラグインは開発者様のサイトから入手することができます。まず、F's セレクトカラーで主線を取り出します。次に、F's メインラインリペイントを使って主線を周りの色で塗りつぶします。これでベースの色と主線をきれいに分離することができました。次に主線に乗せる質感をフラクタルノイズで作成します。新規コンポジションを作成し、ノイズという名前を付けました。平面を作成し、フラクタルノイズを適用します。コントラスト、明るさ、トランスフォームなどのパラメータを調整し、表現したいノイズを作成しましょう。こんな感じでしょうか。次に、展開にエクスプレッションを書いて、一フレームごとにノイズの位置が完全に変化するように大きめに動かしましょう。これでノイズ素材の完成です。作成したノイズを A-Line FX に読み込みます。トラックマットを使って主線のレイヤーにノイズをルミナンス反転キーマットで設定します。レベルや輪郭検出でノイズのルックを調整しましょう。主線にアナログの画材のようなかすれた質感が加わりました。これだけでもかっこいいのですが、もう一工夫してみましょう。よく見ると、目の周りや口元、耳の線が集まっている部分にノイズが乗りすぎているようです。これではキャラクターの印象が変わってしまいかねません。そこで、線が集中している部分はノイズをなくしていきます。先ほど作った主線のレイヤーを複製し、ブラ、滑らかなどでぼかします。この時、線が集まっている部分を潰して、一つの塊になるように調整しましょう。レベルエフェクトでアルファチャンネルのヒストグラムを調整すると、ちょうどノイズを乗せたくない領域のマスクを得ることができます。主線のレイヤーをもう一つ複製し、今度はアルファマットのトラックマットを設定しましょう。顔の周りのノイズを減らすことができました。これで完成です。Adobe After Effects で主線にアナログ画材のような質感を与える方法でした。ご視聴ありがとうございました。